関西急行鉄道も6311。軽電車は、近畿日本鉄道の前身である、関西急行鉄道及び近鉄が、名古屋線向けに製造した電車の位置形式。本項目では、近鉄時代に製造された同型の造備車であるも6331型についても合わせて記述する。2形式ともに、関西急行鉄道近畿日本鉄道の前身の、 一つである関西急行電鉄が1937年に製造した17メートル級に扉セミクロスシート車のモハ1型を基本として設計された同型式の改良造備車である。これらは戦中戦後の混乱期から1960年代の高性能車投入まで関西急行鉄道近鉄名古屋線の主力電動車として 先行形式であるも6301型と共に徴用された。すでに日本が純戦時体制に入り、統制経済の下にあった時期に製造が計画され、当初以下の五両が製作された。本形式は三宮急行電鉄や関西急行電鉄といった大阪電気機動参加の各鉄道会社が戦時統合で、 関西急行鉄道へ統合されて、以後の春行であるため、当初より、関西急行鉄道としての新しい、形式称号付与規則が適用された。そのため、旧関西急行電鉄も、配置型も、配置もは3もは5もは11も6301、型も6301対も6310の、直接の増備車であることから、 続番となるも6311より不安され、それに伴い形式もも6311型となっている。その後、戦況の悪化に伴う資材、熟練行員の不足で、関西急行鉄道に限らず、日本の鉄道各社では燃料統制による自動車系陸上交通機関の実質的な壊滅。 あるいは国民徴用令の施行に伴う、隠し工場への通勤輸送の増大などの事情により、乗客数が増大しつつあったにもかかわらず、その輸送需要を満たすのに必要となる車両の増備が、絶望的な状況となっていた。しかし、沿線に、海軍、第二燃料省を、はじめ重要軍事施設や軍事工場が少なからず、存在した、名古屋線については、 そのような状況下であったものの心臓車、それも戦略物資である銅を大量に消費する種、電動機などの各種機器の調達が非常に困難であった電動車の製作が特別に認可された。そこで、1942年製造グループとは、若干仕様を変更の上で以下の5両が申請された。なお、これら造備車5両は、 関西急行鉄道名義での発注であったが、近畿日本鉄道への改装後の春工となっている。第二次世界大戦後、買い出しなどで激増する乗客数に対応するため、鉄道各社ではやはり車両の増備が急務となっていた。だが、国家総動員法の廃止に伴う、工場労働力の一時的な激減や、戦争末期のアメリカ軍による無差別爆撃がもたらした。 工場群そのものの破壊、それに何より資材の致命的な不足により、これらの需要に見合った十分な数の鉄道車両の供給は極めて困難な状況にあった。そのため、運輸省と私鉄各社の団体である日本鉄道会の主導により、通常型電車の製造を必要資材が少なく、 しかも生産性の高い国鉄も波63型位形式に集約し、1945年度の後半から、緊急度の高い会社から優先的に、同形式が配分された。この際、戦災などで車両の後輩が著しかった近鉄に、対しても、期間が国鉄と同じ南海線と名古屋線についても、波63型の割り当てが打診された。 しかし、河川電圧が直流6 0 0トと低電圧ではあったもののもともと20メートル旧車が運用されていた南海線については危機に高圧改造を施すことで同形式の受け入れが可能であったが、当時の名古屋線には、諏訪付近に全工事カーブと呼ばれる。 最小半径100メートルの急曲線区間が存在し、もは63型のような車体長20メートル級の車両の入線、走行は事実上不可能であった。それゆえ近鉄は南海線向けとして同形式の割り当てを受ける一方で、名古屋線向けについて割り当てを辞退したが、名古屋線の車両の絶対数が不足する状況には変わりはなかった。そこで、 近鉄は、名古屋線向けとして、繊細で消失したも26、26251型も26、26251も26、26255の車席を活用することでも6261型として2両、さらにそれと同型の車体を備える制御車を、申請扱いで空6321型として5両、合計7両を製造。 これらは1947年3月に竣工した。もっとも車両製造にかかる状況が多少好転した翌1948年には、いわゆる運輸省企画系電車として、部材調達面の制約から、機器や寸法などについてある程度の妥協は必要であったものの、もは63型ではなく各社が戦前に製作していた車両に準じた。 使用設計での車両製造が可能となった。このため、m 6 2 6 1系 g 6 3 2 1系の製作は、合計7両で打ち切りとなり、名古屋線での運用に適した、寸法、性能の m 6 3 1 1系の設計を基本と、する17メートル級に、扉セミクロスシート車重量が、運輸省の企画系電車扱いで以下の、通り製作された。 両形式ともに、先行形式である関西急行電鉄も、配置形の設計をほぼそのまま踏襲している。そのため、同形式と同様、全長 17,800mm、車体長 17,000mm の溶接組み立てによる、両端に運転台を設けた、両運転台式の半高性車体を備える。ただし、も千三百一型は、 全幅 2700mm、車体幅 2650mm であるのに対し、戦時中製造のも6311型では、全幅 2710mm、車体幅 2650mm、戦後製作のも6331型では、全幅 2740mm、車体幅 2650mm、となっており、 雨どい構造及び位置の相違で最大幅がわずか、ずつだが、広くなっている。また、も6301型では側面に取り付けられていた、縦甘どいが、も6311型では、爪面の左右両端部に露出して取り付けられている。さらに、も6301型では秒波が溶接と、併用されていたが、も6311.6331型では、 電気溶接の一般化で全溶接組み立てとなったため、リベット頭の露出しない平滑な外観となっている。窓配置は両形式とも D1D8D1D とも 6301K の配置をそのまま引き継いでおり、側窓幅や客用扉幅なども同形式と同一である。 側窓は二段上昇式で、窓の上下にそれぞれウィンドウヘッダーをウィンドウシルと呼ばれる、補強体が露出する構造となっており、つま面は緩く、曲面を描き、中央に貫通扉を設けた三枚窓構成となっている。全章灯は両形式ともに、も 6301K の仕様を踏襲し、つま面中央の屋根上に独立した筒型刀具を置き、 ここに白熱電球を1等収めている。微灯はも6311型については当初、も6301型と同様、1等のみを、つまめんの車掌台側倉下に取り付けていた。これに対し、戦後製造のも6331型では、微灯の左右2箇所設置が義務付けられるようになったため、つまめん左右倉庫へ。 1> 各一棟ずつ設置するように改められており、既存の各形式もこれに準じた二等化改造工事が順次、施行されている。なお、つまめんスソブには、中高性のアンチクライマーを左右に取り付けている。座席はも6 3 1 1系の第一次、生産グループであるも6311対も6315についてはも6301型に順次。 扉間の両端を固定クロスシート、その間を左右各6脚ずつの転換クロスシート、そして床面に、手電動機点検用トラップドアのある、両端部を、ロングシートとしている。これに対し、先時輸送用として製造されたも6311、経営、第二次生産グループであるも6316、対も6320ではすべてロングシートに変更され、 さらに戦後製造のモ6331型では、扉間のクロスシートが復活したものの、側窓2枚単位で座席を向かい合わせとした固定クロスシートが採用されている。通風機は、ガーランド式を採用していたモ6301型とは異なり、単純な形状で、工作の容易な押し込み式通風機が両形式ともに採用されている。 も6311型はこれを屋根状に2列6機ずつ搭載するが、も6331型では2列5機ずつに減少し、さらに近畿車両製のも6331対も6335と日本車両製造製のも6336対も6340ではその取り付け位置が異なっている。塗装は全車とも緑の弾丸と呼ばれた。 モハもは1系も6301系のそれを踏襲し、大阪電気軌道や三宮急行電鉄で標準であったダークグリーンに色塗りとして竣工している。炭鉱運転あるいは同系車の二両連結が前提であったために9 3ット級の種、電動機を走過していたも6301型とは異なり、 伊勢電気鉄道の九州合併で同社が保有していた17メートル級制御車を連結して運用されるようになってから設計されたため、両形式ともに112キロワット級の直流直巻清流子電動機を各4機ずつ搭載する。も6311型は伊勢電気鉄道も波に231型で採用されていた。 TDK-528C の改良強化型にあたる東洋電気製造 TDK-528 から 6G も6331型は三菱電機による TDK-528K の競合機種となる MB-148AF をそれぞれ2機ずつ拡大車に送過する。両形式は定格回転数が大きく異なるため も6311型は62、18イコール3.44、も6331型は58、28、イコール2.07とそれぞれ波数比を違えることで、前回時事の定格速度も6301型より、若干低い約時速 58km 前後に、揃えている。駆動方式はいずれも設計当時一般的であった。 吊りかけ駆動方式を採用する。も6311型がも6301型と同じ単位スイッチ式で高電圧の下線系から、給電の三菱電機アルフ、も6331型が同じく、単位スイッチ式でバッテリーや電動発電機などの低電圧電源から、給電される三菱電機、ABF と制御系の給電方式こそ異なるものの、 いずれも、ウェスティングハウスエレクトリック車系で制御シーケンスや、その制御指令線の駆動電圧などに、相互互換性のある、そして弱め開示制御機能のついた、自動加速制御機を搭載する。も6311型は、帝国車両工業 UD-26、も6331型はも6301型と同じ日本車両製造 D-16 を、 それぞれ装着する。いずれも、軸距 2250mm のコンパクトなつり合い、良式台車で、ボールドウィン A 型台車のデッドコピー品である。ただし、交渉車輪系は、UD-26 が 915mm、D-16 が 910mm と 5mm 違えてある。全車とも、設計当時の日本の電気鉄道で広く、 用いられていた、営動ベ弁による自動空気ブレーキと手ブレーキを車体シリンダー倉庫で搭載する。台車の基礎ブレーキ装置は、車輪の前後からブレーキ周を押し付ける、両、抱き式で、平坦な名古屋線での運用状況に合わせ、制御機に発電ブレーキ機能は搭載されていない。終電装置は三菱電機 s 七百十 c c 非死枠パンタグラフを、 各社に一機ずつ搭載する。竣工後、いずれも名古屋線の急行を中心に長く運用された。戦後、近鉄では1947年10月から、大阪線と名古屋線で特急の運転を開始した。これに伴い、名古屋線では、転換式、クロスシート装備のも6301型が、伊勢電気鉄道由来の制御車で、 トイレ付きのく6471型と共に特急車に指定され整備されたが1949年8月のダイヤ改正に伴う特急の増発で車両数が不足しも6311型も6320が上半分レモンイエロー下半分レイビーブルーの特急色に塗装を変更の上で 特急車に格上げされ、も6314も6315についても、一般車塗装のままながら、内装を特急車並みに整備し、特急の予備車とされた。その後、1956年には、ロングシートであったも6316対も6320が扉間転換クロスシートに改造され、1959年に、 実施された名古屋線改め機工事の際には、後期短縮のためも6315以外のも 6311K の台車が、近畿車両 KD-32BC も 6331K の台車が同じく、近畿車両 KD-32D へそれぞれ、申請交換された。これらの KD-32K 台車は、やはり、名古屋線改め機用に用意された。 KD-31K と同様、線路方向に陽動するのを基本とする、短いユニバーサルリンクで釣られた揺れ枕と、中央にオイル断波を備える、複列コイルバネによる枕バネで車体を支える、構造を採用する、初期の量産主理連台車の一つである。なお、も三百十一 k の一部については制御機の、日立製作所 m m c h 2 0 b t 電動カム軸制御機への交換が別途実施されている。さらに、諏訪から近鉄四日市への駅移転を含む大掛かりな線形改良工事が完成し、名古屋線においても20メートル車の運用が可能となったことから、1962年にラッシュ時の混雑対策としても6338の車体中央部を切断。 ここに 2800mm 長の部材を挿入して、幅 1300mm の両開き扉を設け、窓配置 D1D4D4DD で、全長20。626mm、車体長 19800mm の2 0 m 級、3、扉車へ改造する工事が実施され、翌1963年には、同様にも6333を対象として、 両端の2扉も 1300mm 幅の両開き扉へ改造し側窓をアルミサッシカ、窓配置 D1D4D4D1D のより通勤輸送に適した構造の 20m 級車としている。なお、これら2両においては3扉化され、しかも車体を延長するという大改造であったにも、かかわらず改造前の扉間クロスシートがそのまま残されている。 もっともも6311も6331型に対する大規模な改造工事はこれら2両で終了し、以後休校用としての運用が続いていたも6331型では1968年の ATS 設置へ向けて、機器導入コスト節減のため1965年から不要運転台の撤去による変運転台化が進められた。一方、 この時期、すでに荷物電車代用を含むローカル運用へ、充当されるようになっていたも6311型については、運用上の必要もあって、両運転台のまま残された。この時期に全消灯の灯具はそのままに白熱電球1灯から、シールドビーム2灯に置き換える改造工事が、実施されている。1969年にはも6311。 型も6311体も6316がロングシート化され、翌1970年には改め期された島線でローカル運用に重当されるようになり、1974年にはも6311系のうち扉間クロスシートで残っていたも6317も6320の4両が新型車の投入により廃車解体された。 1977年、主従だったな老朽車が多数在籍していた、伊賀線の車両体質改善のため、当時在籍していたも6311も6331系のうち、20メートル級へ改造されていたも6331系2両とも6331系、未改造車の一部を除く以下の11両がも5000系及び、区5100型に、 改造の上で同線へ転出となった。この転用に際しては、両運転台構造のままであったも6311型が電動車、すでに片運転台化されていたも6331型が、原則的に、電装解除を実施されて制御車となっており、 も6331型に掃荷されていた、京都ルク特製の三菱電機メガバイト -148AF は、この電装会場と名古屋仙山存車社の、廃車発生品を合わせて全数が1979年に、実施された6441系の、養老船への転出時に、同系列へ順次転用、ラッシュ時の養老船での経済的な 1M。 2T 編成の実現に役立てられている。一方、名古屋線に残存したも6331型も6333も6336も6338も6340の4両はその後も、同線で運用された後、1979年までに、すべて廃車解体となっている。伊賀線へ転出したも5000区5100型は、 運転台のあるつまめの下部に廃焼機を装着するなどのアップデートを施されつつ使用されたが、1986年に、奈良7 8 2 0系の車体と、南大阪線6 8 0 0系の台車、主電動機などを組み合わせた8 6 0系などが、伊賀線に投入され、置き換えられることになった。それにより、1986年11月23.24日に、 さよなら運転会を行い、その後12月1日付で最後の5両が、廃車、解体となった。そのため、も6311も6331、型に由来する車両はすべて減損しない。近鉄も6331軽電車に関する、カテゴリー。ありがとうございます。